ディスクオペレーティングシステム360は IBM メインフレーム用の歴史上のオペレーティングシステム。1964年の大晦日に IBM が発表し、1966年6月に最初に提供された。60年代当時 DOS360 は世界で最も広く利用された OS だった。DOS360 は IBM のシステム。 360用の OS であり、1965年頃の黎明期にシステム360モデル30や同様のプラットフォームをサポートした。トスはその名が示す通りテープドライブが必要だった。コードの大半やマニュアルの一部は IBM の DOS360 と共通だった。トスは14回にわたって更新された。IBM7090 では高額で贅沢品だった。 ディスクドライブの23 IBM 2311や IBM 2314がシステム360の時代になると安価になり、DOS は更新されなくなった。DOS360 は小型モデルから中型モデルまでの S360 で第一選択肢となる OS だった。DOS-VS は1972年にリリースされた。最初の DOS-VS には、 リリース28という番号が付けられ、バージョンナンバーは DOS360 からの通算になっていた。新機種のシステム370シリーズが搭載している仮想メモリ機能をサポートしていた。すべてのメモリパーティションを総合すると最大で16メガバイトになる単一のアドレス空間にマッピングする固定のページテーブルが用いられた。DOS VS では同時にプログラムを実行できるパーティションの本数が3本から5本に増強され、システム全体としては15本のサブタスクが同時に動いた。DOS, VS は後に DOS, f a s i a から Z, f a s i a へと進化していった。1979年にリリースした DOS, f a s i a は新機種の4300プロセッサーをサポートする拡張版の DOS, VS。 4300システムには、プロセッサと I、オーチャンネルの両方を、単一レベルのストレージとして扱える e ク r u p s f a s i a 機能が搭載されていた。DOS、f a s i a は、e ク r u p s f a s i a をサポートしていたが、この機能がないシステム、370でも、この機能を使わなければ動作した。DOS が無料で提供されたのは、f a s ア i a が最後だった。SSX、f a s ア i a は、 OS と人気のアプリをあらかじめ組み合わせたパッケージで、IBM はこれを使って、ファシアの販売やインストールを簡略化しようと試みた。SSX は1982年にリリースされ、後に後継のファシア、SP がリリースされた。IBM は SSX に14本のコンポーネント製品をバンドルして販売した。イス b よりバンドル販売が、 独占禁止法に抵触するとの指摘を受けた IBM は見積もりを請求すれば個別の販売に応じる妥協案を示して受け入れられたが再び批判を受けて結局は各製品の単体価格を製品リストに明記することになった IBM が1986年にリリースしたファシア、SP は9370プロセッサーとともに発表されたファシア。 SP は SSX、ファシアの後継で、ファシア、AF、アッコフ、ベタム、6、パワー、VS 等のファシアで、最も人気が高い製品がファシアにバンドルされた。顧客はソバージョンを望んだが、ファシア、SP は24ビットアドレスのみをサポートしていた。1990年にリリースされたファシア、エサワ、ドス。 ファシアの31ビット版で最大384メガバイトの実ストレージをサポートしていた。最大12本の静的なパーティション分割が可能で、ファシア、パワーとアップコフ、ベタムをプライベートアドレス空間で実行できた。新機能の動的パーティションでは最大150個のジョブを並列実行でき、各ジョブには個別のアドレス空間が割り当てられた。バージョン1は、 エサと370のいずれかのモードで動作し、また、エサモードでは、ソハードウェアを制限付きでサポートした。バージョン2は、エサハードウェアでのみ、エサモードをサポートした。IBM は2005年に Z、ファシア3.1をリリースした。この名前は、IBM メインフレームの新商品であるシステム、Z ブランドを表しているが、これまでに、リリースされていた、ファシア、 エサ2.7からアーキテクチャ的な大改革があったことを意味しているわけではなかった。特に Z アーキテクチャ機が持つ64ビットの能力に対応しておらず、64ビット機上でも31ビットモードでしか動作しなかった。2007年にリリースされた Z ファシア4.1では64ビットのリアルアドレッシングに対応し、最大で 8GB のメモリに対応した。 しかしながら、スーパーバイザーブは64ビットで動作したものの、アプリケーションの仮想メモリ空間は31ビットしかなかった。2011年の時点では、Z、ファシアを使用している組織の数は約4000と推定される。共通アーキテクチャの新世代機であるシステム360を開発するにあたり、IBM は当初ローエンドでも動作する共通 OS として OS 360の一種類だけを提供すると公約していた。しかしハードは完成したにもかかわらず、フレデリック・ブルックスが人月の神話で詳しく書いた通り、OS360 の開発プロジェクトは計画よりも大幅に遅れた。IBM は4つの OS を早急に追加ででっち上げる必要性に迫られた。OS360 は1年遅れで、 ようやくリリースされ、最低メモリ容量は 64KB だった。DOS は少ないメモリでも動作するように設計されており、1 6キロバイトでも動作可能で、ローエンドの S360 モデル30で利用可能な設定があった。OS360 と違い DOS360 は当初マルチタスクをサポートしないシングルジョブシステムだった。あとに、 リリースされた最大3本のメモリパーティションをサポートするマルチタスク版は3 2イトのメモリが必要だった。システム360はバカ嬉しド DOS360 は中堅企業でも購入できる手頃な価格の構成のシステム360でもうまく動作しユーザーがこれまでに所有してきたどのマシンの OS よりもマシだったことから 前日のような制約があったにもかかわらず、DOS360 は 256KB 以下のメモリで動作するプロセッサで最も広く使われた OS となった。DOS360 はシステム360が発表されて当初予定していた OS である OS360 が利用できるようになるまでの間を持たせるためのつなぎの OS だった。 遅延により数多くの顧客がドスを使うようになり、これらを使用するのに多額の金的、人的投資をした。IBM はドス三3 6 0のユーザーがすぐに OS360 へアップグレードするだろうと考えていたが、顧客はすでにドスへ投資しており、アップグレードの採用に消極的だった。このため IBM はもう一つの OS としてドス三百六十を 継続的にサポートし続けなければならなくなった。ジャーゴンファイルには、ゲコスがドス3 6 0をコピーしたと書かれており、これはデマだったが、ゼロックスデータシステムのゼロックス OS は、プログラムの移植を楽にするため意図的にドスを真似た。IBM 2311ディスクドライブドス3 6 2標準命令セットを持つ。 システム 360CPU のモデル25以上が必要だった。最小メモリ容量は 16KB で、マルチプログラミング機能を利用しなければ、ストレージ保護機能は不要だった。1052モデル7、NB にプリンタキーボード、セレクター、またはマルチプレクサーチャネルのいずれか、少なくとも1台のディスクドライブが必要で、 当時のディスクドライブ2311は7.25メガバイトの容量があった。カードリーダー、カードパンチャー、ラインプリンタは通常であれば構成に含まれたが、ストレージには磁気テープドライブが選ばれることもあった。S360 モデル30は32キロバイトのメモリと重心演算命令を搭載し、カードリーダーとカードパンチャーの IBM2540、 プリンターの IBM1403、IBM2311 ディスクが2から3台、次期テープドライブの IBM2415 が2台、コンソールの1052から7という構成にするのが一般的だった。下記の解説は特に名記がない限り DOS360 に固有のものである。以降のバージョンでは機能が強化されている。DOS360 はシステム。 360のローエンドモデルで動作するように設計されたため、メモリ消費量が大きな懸念事項だった。OS の常駐部分である DOS スーパーバイザーを生成可能で、そのサイズは5902バイト程度だった。詳細チャート図には書くシスガンオプションも必要メモリ容量が記載されており、その多くはわずか100バイト程度だった。 最小のシステム構成では1本のメモリパーティションに1 0イト強のストレージが残され、ユーティリティやコンパイラーを動かすには普通は十分な容量だったが、コボル、PL、I、フルセットのフォートラン4などを走らせるには足りなかった。メモリ容量を可能な限り抑えるため DOS はフルアセンブラで記述された。メモリ消費量をさらに削減するため、スーパーバイザーを分割し、 一部を必要な時にだけ読み込むトランジェントというオーバーレイ的な仕組みを採用した。トランジェントには物理トランジェントと論理トランジェントの二つがあり、それぞれハードウェア例外やオープン、クローズ等のプログラムサービスを提供した。トランジェントモジュールの名前はすべてドルドル A、またはドルドル B で始まり、ディレクトリの先頭に名前の一覧を格納することによりロードの高速化を、 測った。そのため、A トランジェントや B トランジェントなどと呼ばれた。他のすべてのシステム、3 6 4 OS と同様に DOS の初期バージョンでは同時に一つのプログラムしか実行できなかった。その後のバージョンのリアルな DOS では、最大3つのプログラムを別々のメモリパーティション上で同時に実行でき、よりスケーラブルな OS、360と同じ。 ハードウェアメモリ保護機能がサポートされていた。各パーティションには BG、回1、回2という名前がついていた。マルチプログラミング機能は DOS360 ではオプションでありシステム構成時に設定できた。いずれかのフォアグラウンドパーティションでバッチを実行できる必須のオプションもあった。事前に構成していない場合はオペレーターが手動で、 フォアグラウンドプログラムを起動しなければならなかった。DOS VS では最大で7つのプログラムを同時に実行できたが、DOS システムがインストールされているような規模の小さなシステム上では5から6本までの構成を取るのが普通だった。DOS や DOS VS では IBM でブートローダーを意味する用語である IP l でパーティションの本数を設定できた。実行可能プログラムは コアイメージライブラリーに格納された。プログラムの実行中はプログラムを削除したり、新しいバージョンに差し替えたりすることができず、スペースをすぐに再利用できなかった。シルがいっぱいになると、ユーティリティプログラムで圧縮しなければならず、開発作業が半日止まることがあった。多くのソフトハウスでは、日中の更新を我慢して、終業後の夜間にシルを圧縮し、 翌朝の始業時に圧縮し終えた新しいシールを IP l で読み込ませた。リンク可能なオブジェクトプログラムのリロケータブルライブラリ、アセンブラマクロのソースステートメントライブラリ、組み込みテキストもサポートされていた。プライベート用のリロケータブルライブラリやソースステートメントライブラリをインストールする際に別のディスクボリューム上に設定することができた。d o s 六十二はアセンブラ、 フォートラントコボルのコンパイラ、様々なファイル構成に対応したインターフェースなどのユーティリティプログラムが付属しており、後のバージョンでは PLI も追加された。シーケンシャルファイルとイーザムファイルは固定帳と可変帳のレコードを選択でき、すべての形式において複数のディスクボリュームにまたがって格納できた。3 6 0はまたデータ通信機能としてブタムも提供しており、 今日の基準で見れば大変に使いづらいものだった。しかしブタムはあらゆる種類の端末と通信でき、標準的な通信プロトコルがほぼなかった当時としては非常に画期的だった。API がシンプルだったことから外部通信プロセッサとの接続が比較的容易で DOS360 機は大規模組織のネットワークで濃度にしやすかった。DOS ジョブ制御ステートメントは カードの先頭2文字が必ずで始まる。ただし例外として、ジョブの終了は、データの終了は、コメントはで始まる。DOS, JCL は、処理速度と実装のシンプルさを優先して設計された。そのため、OS360 のキーワード駆動型ジョブ制御よりも、文法的に可読性が悪かった。初期バージョンの DOS には、パンチカードや、ラインプリンタの愛。 高効率を高めるためのスプーラサブシステムがなかった。1960年代後半までに IBM やサードパーティーのベンダーがこの欠点を補おうとした。IBM はパワーというスプーラをオプションで提供し、独立系ソフトウェア会社のソフトウェア、デザイン社はグラスプというスプーラを販売した。DOS362 はリロケータブルバイナリローダがなく、 ユーザーは各プログラムのアドレスを絶対アドレスで指定するリンク情報を手動で編集して目的のパーティションで実行できるように修正しなければならなかった。アセンブラで書いたプログラムは自力でロケーションを再配置することも可能だったがプログラムが複雑になる上サイズも肥大化し、わずかしかないメモリで対応するのは大変だった。複数のパーティションで構成される。 複数台のマシンを所有する DOS の大口ユーザー企業は自社でリロケータブルバイナリローダーを開発するところが多かった。DOS360 と OS360 は API に互換性がなかった。高級言語で書かれた DOS 用のプログラムは OS360 で実行するためにコンパイルとリンクをやり直す必要があった。大きな差異があった OS とは 対照的にコンパイラーの差は小さく、プログラム自体の修正が必要になることはあまりなかった。しかし逆に OS360 用のプログラムを DOS に移植するのは困難だった。OS360 の API は非常に多機能であるため DOS に移植する際にはこれらの機能を使用しないようにプログラムを直す必要があった。 コボルなどの高級言語を使うプログラマにはそれでも大きな問題にはならなかった。一方アセンブラで書かれたプログラムはこれらの機能を頻繁に使う傾向があり、ドスで実行させるためには大がかりな修正が必要になるのが普通だった。この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオン。 Line Dictionary of Computing にある項目の資料が元になっている。ありがとうございます。